はい、妙に変だなのコーナーでございます。稲川淳二さん風の話し方をしますけれども、内容は至って、怖くないお話でございます。ラジオネーム三つ子のおばあちゃん、はい、太田さんよりさらに行き場なしな人行き場なしあれ鳩山さんにやってほしいね、行き場なし昔たまごっちって流行ったじゃない、うん、でもあれ僕はやったことがなくてね、どんなものなのかななんて思って買いに行ったんだそしてスーパーマーケットに行ってたまごっちを買ったんだ、うん、あれ妙に変だな、なんで6個も入ってんのかなそんなにいらないのにな、まあサービスなんだろうなと思って家に帰って早速そのたまごっちとやらをやってみた、うん、まず最初に電源を入れようと思って電源を探したんだ、あれ妙に変だな、たまごっちには電源ないのかな、だっておかしいじゃない、電源がないどころか画面もボタンもないないよな、だから僕ね完全に堪忍袋の尾が切れましたそのたまごっちを割ったんだするとなんと黄色くてドロッとしたものが出てきたんだもう訳がわからなくなった僕はそれをご飯にかけて食べたかけたんだ、そしてそれを美味しく食べて気づいちゃったんですよ、ああこれはたまごっちじゃなくて卵だ、食う前に気づいてるよな、少なくともそこはおかしいよね、堪忍袋の尾が切れたのになんで食ったかね なんちゃって猿太郎、うん、太田さんタバコの値上げどうにかしろこんばんは、知らないですよ、ね、あれもう上がっまだ上がってないのこれからですかね、先日無性にイライラしていた夜のことなんですけどね、タバコでも吸って落ち着こうと思ってホタル族の私はタバコ一本とライターを持ってベランダに出たんだ、綺麗な星空の下はライターを加えいざ火をつけようとしたら持ってきたはずのライターがない、答え言ってるんだそこでね、もう言っちゃってるよ、ね、あれ妙に変だな、さっきまで手にしていたライターがないんですよ、ライター消えちゃったのかな、だとしたら怖いなもしかして自分じゃ気づいてないだけでマジシャン的な能力でもあるのかな、嫌だな、嫌なのかい、そんなことを思ってると加えているタバコに妙な違和感を感じましてね、タバコがやけに硬いし先にボタンみたいなものがついているのに気がついた、うん、あれ妙に変だな、タバコってこんなに硬くないしこんなボタンついてないじゃない、うん、嫁が禁煙させるために仕組んだ罠なのかなだとしたら嫁怖いなそしてタバコの先についてるボタンをカチッと押してみたんだ、うん、すると驚くべきことにタバコの先端から火が出たんです、もう分かんない、うん、ゲゲその時私気づいちゃった、私が口に加えているものこそライターだ、そうだよ最初言ってんだろ、ライターを口に加えてよ、言っちゃった、言っちゃってんじゃねえか、なんであそこで言ったかな、ね、あかんね、ライターを加え、ラジオネーム代打宮本かっこ三振、うん、太田さん和製たぬきこんにちは、あのたぬきってすげえ和っぽいイメージがあるじゃない、そうですね私この間駅前で不良中学生にカツアゲされちゃってね、通信教育で習った空手も歯が立たなくて、もう悔しくてね、うん、思い切って空手道場に通うことにしたの、うん、履歴書持ってね、道場は外で稽古させられるんだけど、なんか車がたくさん入ってくるじゃない、しかも早く満タンとか言ってるしあれ妙に変だな、だっておかしいじゃない、
私空手習いに来たのに店長は全然教えてくれないし、車の窓拭いたりワックスかけたり事務所の掃除したり、うん、壁のペンキ塗りと、これじゃ全然強くならないじゃない、うん、私頭に来たので店長にいい加減空手を教えろ、ふざけんな、って言ってやったら店長がいきなり殴りかかってきたの、うん、その瞬間私反射的に防御してた、うん、その時私ピーンと来て気がついちゃった、うん、ああ私確実に強くなってたベストキット映画そういうシーンがあるんだ。ああそうなんだ。ベストキットはベストキットにあのあれかそういうお師匠さんがやらすんだ、窓拭き。うん、ラジオネーム、うん、赤坂大サーカス、うん、太田さん、田中、今日のオープニングトーク、はい、すげえ面白くて最高だったよ、はい、こんにちは。今日のオープニングはね出馬の話みたいなやつ。私ねジェットコースターに乗っていたんですよ、うん、最高到達点の7合目ぐらいまで来た時かな、ウェーターの人が近くえ、ウェーターの人が近寄ってきて、うん、ここは日当たりが悪いので席を移動されたらどうですかって言われたんですよ。あれ妙に変だな、うん、だって私はジェットコースター乗ってるんだよ、うん、こんな時に立って席を移動したら危ないに決まってるじゃない、うん、というかウェーターさんそんなところに立ってたら危ないよ、うん、てか景色見えてねえのかこれ。だいたい安全バーがあるから私席立てるわけないじゃない、うん、と思ったらあるはずの安全バーがないんだ、うん、あれ妙に変だな、うん、怖いな怖いななんて怖がってるとウェーターさんがやってきてテーブルにアイスコーヒーを置きました。テーブルだよそしてウェーターさんはこの喫茶店ねようこそって言ったんだ。まず言わねえよこの喫茶店にようこそ。それで私気づいた。そんなこと言わねえ。私が座ってたのは喫茶店にある椅子で、アイスコーヒーがコースターの上に乗ってた。そういうことか。この喫茶店にようこそ。この喫茶店へようこそ。無理やりなバラし方だよな。ラジオネームみかんチャンネル。太田さん、大仁田さん、こんばんは。先日私は自転車に乗ってサイクリングをしてたんですよ、うん、途中でちょっとうんこがしたくなったから近くの公園に自転車を止めて、うん、トイレに入った。そして用を足し終わってサイクリングを続けようと自転車に乗ろうとした時、うん、私思わず立ち止まっちゃった。なぜか自転車が透明になってるんですよ。妙に変だな。故障かな。すごいな。カメレオンじゃあるまいし。なんで周りの景色に、なんで周りの景色に擬態しちゃってるんだろうな。仕方ないから私自転車を直してもらうために自転車屋さんに向かうことにした。そこで私は透明のハンドルを握り、透明のサドルに腰掛けた。でもおかしなことに、何度腰掛けてもお尻がすり抜けちゃうんですよ。やっぱり透明だから位置が分かりづらいんだなぁと思って。仕方ないから立ちこぎをしようと考えた。しかし透明のペダルは、とってとても漕ぎづらくて、いくら漕いでも全然進まない。というか、漕げる気がしてない。でも私は持ち前の運動神経を生かして、目いっぱい足を動かし、地面を思いっきり蹴りながら、必死にペダルを漕いだ。すると自転車は前へ進んだ。やったーと思いながら、自転車じゃねえ、私は自転車屋さんに向かった。途中でいろんな人に変な目を見た。人の目は怖いなーと思いながら、それでも私は風を切って走りました。そして自転車屋さんについて、すみません、透明な自転車を元に戻してくださいと大きな声で言った。するとお店の人は妙な顔をしながら私にこう言った。
自転車は透明にはなりませんよ。そこで私気づいちゃった。私の自転車やっぱり盗まれた。やっぱりなんだ。やっぱりさ、うすうすどっかで思ったんだろうな。信じたくない。信じたくないから、これはでもすごいよね。ない自転車を、自転車が透明になったっていうのは、すごい発想だね、これ。